山田聖雲は山田バウ、山田おしょうとしても知られるボランティア活動家、カヌーイスト。本名は山田明。リスポンス協会会長としてオゾン総保護活動に取り組む。阪神大震災の時、神戸で最大規模のボランティア団体、神戸元気村の代表者として全国に知られることとなった。震災直後の1月18日には神戸入りし、 それまでの環境活動などのネットワークを通じて支援を呼びかけ、1月19日には東名田区三陰公会堂ので炊き出し、また、1月23日には松山ユースホステルへ恒例の被災者を一時避難させるプロジェクトを始める。その後、隣接する石屋川公園をボランティアの拠点として、神戸元気村を立ち上げ、民間ボランティアセンターの先駆けとして、 活動を行う。神戸元気村は、初めの2週間ほどで、被災者支援の20余りのプロジェクトを立ち上げた。1997年1月、那穂とか豪重油災害では現地にいち早く入り、ボランティアの結集により解決を図ることを決断。JC や社会福祉協議会に呼びかけ、ノウハウを蓄積する NPO の連携により、重油災害ボランティアセンターを立ち上げる。 当時の重油災害ボランティアセンターが、その後の災害の度に立ち上がるようになった災害ボランティアセンターの先駆けであり、その後の災害時のモデルとなっている。山田の活動の一部は、ニュース23で紹介されたり、その後に、プロジェクト X でも紹介されている。また、千島学説や、ソマチットなどを伝えるための講演活動を、菊池由美らと共に、 アメリカ同時多発テロ事件陰謀説をテーマにしたビデオ作品911ボーイングを探せなどを広める活動を全国で行った。自身の活動は NGO であるオープンジャパン名義で行っている。2015年に1月5日、急性心不全のため死去63歳ボーつ2007年に発行されたフリーペーパー豪快な号外の呼びかけ人の一人でもある。 オープンジャパンブログ2015年1月7日記事、ありがとうバウさんハット AB 不法、山田おしょうさん63歳イコール元、神戸元気村代表毎日新聞2015年1月13日、ありがとうございます。